竹久夢二、最初の悲哀。町子の父親は貧しい町絵師でありました。五月のぼりの下絵や稲荷様の行灯やビラ絵を描いて生活をしているのでありました。しかし町子は大層幸せでした。というのは、父親は町子をこの上もなく愛していたし、町子もまた父親を世の中で一番偉くていい人だと思っていました。母親が早く亡くなったので、町子は小学校を卒業するとうちにいて、父親のため朝夕の食べ物を作ったり洗濯をしたり、夜遅く父親が仕事をするときに熱いお茶を入れたりしました。家の外を風が吹くように貧しいことなどはちっとも苦労ではありませんでした。父親も町子も本当に幸せそうでありました。何よりも良いことに、町子は父親の仕事を好きなばかりでなく、父親の技量を尊敬さえしていたことです。ところが町子にとって容易ならぬ悲しみが一つできたのであります。それは稲荷様の祭りの日のことでありました。毎年の習いで、今年も稲荷様の境内から町内の掛け行灯の絵はみんな町子の父親が描いたのです。地口行灯といって、おどけた絵に川柳など添えて描いてあるもので、通る人は一つずつそれを読んで見て喜んでいました。下手おろしのセルをすらりと着た若い奥様に、どうだ、愉快だね。こんな風な絵は国宝だよ。そう言って見てゆく旦那様もありました。町子はそれを聞いて、この上もなく幸せで、それは私の父さんが描いたんですよ。そう言いたいほどでした。ところが、町子と同じ年に小学校を出て、今は女学校へ上がっているお友達が三人、やはり地口行灯の前に立っていました。町子は懐かしくてそばへ寄って行きました。するとその時、三人はどっと笑い出しました。なんて古臭い絵でしょ。馬鹿にしてるわ。この目はどうでしょう。そんなことを言いながら、また転げるように笑っていました。それを聞いた哀れな町子は、人の陰へ隠れるようにしながら家の方へ駆け出しました。それが町子の最初の悲しみでありました。